それでは奥原電機が新たに発売しました基板のバックアップピンの自動セッティング装置をご紹介させていただきます。この装置は印刷機マウンターなどに、下面から下反りを防止するためにのジグを自動的に作ろうとするものであります。この装置は、多品種少量こういった場面において、時間を節約し品質を向上させるというために大きな威力を発揮できるものと確信しております。それでは実際の使い方についてご説明させていただきます。それじゃあデータの作り方からお願いします。ピンが立てられる位置は画面上の赤い交点です。この交点で部品がないところは部品が立てられますので、それを次々と指定していきます。これが従来の方法ですとジグによって、CAD データなどを用いて、ジグ作りをしてたわけですけども、このように画面に触れるだけでその最適な場所を選択し登録することができます。はい、次お願いします。ここで名前をつけて今作ったデータを保存します。ここでデータが名前をつけて保存されました。そしてこのデータを使って次に実際に今のピンを配置してみます。ここで今データ取りをした基板は外して、ピンを立てるブロックを装置にセッティングします。このブロックはグリッドが10ミリ間隔のもの、それから5ミリ間隔のもの、あるいは、バキューム機能を持ったものと各種ご用意できます。今デモに使いますものは10ミリ間隔のグリッドでございます。先ほど登録しましたデータを呼び出してピンを自動的に立てる様子をご覧いただきます。先ほどの赤い交点、それに相当するところへピンを置きに行きます。このピンの位置が部品にピンが当たることなく基板の下反りを防止する位置でございます。そしてピンはドラムに収納されており、それを次々と回転しながら供給してまいります。このピンの形状、長さ、そういったものはお使いになられている印刷機マウンター等によってカスタマイズすることができます。またピン基板の上反りを対策するためにはバキュームで基板自体を下面へ吸い付けて上反りを防止しながらサポートするという機能を持たせることができます。このようにして今作られた、はい止めてください、データで2つのブロックを用いてピンを配置することが完了しました。以上がこのアットピンセッターのあらましでございます。